演武開演。どうも、本日はこちらテーブルマークの優しいうどんというものを食べてみたいと思います。もちろん優しい、何に優しいのかと言いますと、血糖値が上がって、つまり体に優しいということなんですね。でも冷凍、当然このままでは食べられません。なのでもちろん調理して食べたいと思います。では調理が終わるまでしばしお待ちを。調理終わりました。はい、こちら本日はホルモン焼きうどんにして食べたいと思います。さーて、どんなお味になってるのかな。とではいただきます。体に優しくても味に妥協はありません。ホルモンのプルプル歯ごたえと、優しいと言っても普通のうどんと何ら変わることのないもっちりとした食感が見事に絡まり合って、とっても美味しかったです。タレとの相性もいいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。